V393 にサーボつけて V66 カメラをつけてみました。機体が上下してもこのようにカメラの角度がカメラの角度が一定します。送信機 V393 の送信機にはこのようになっています。上のボタン、下のボタン、最初上のボタンを押してみます。これを押すとカメラが上に向きます。次、下のボタンを押します。このようになります。アンテナがぶつかりますから真横に折り曲げた方がいいです。普通飛ばすときはカメラの角度を水平にして、V66 のカメラの先端の角度を少し手で、調整もできます。まずは普通にして、では飛ばしてみます。モニターも見ながらThank you.
約1キロのものを積み上げることができます。急上昇しています。ストレスモードを使っています。ヘッドレスモードだとこのように旋回しながらでも緑が後ろで、赤が前です。緑と赤の LED とオレンジと黄色の蛍光紙を装着しました。何もないとタノキーが黒なので方向がわからなくなりますが、蛍光が見るけども結構目立ちます。ブラシレスモーターなのでバッテリーを交換して、連続飛行も楽しめます。着陸するときはカメラの角度を水平に V393 ジンバルをつけて V66 のカメラをつけて、空撮を楽しんでください。